2011年スケートカナダは2011年にカナダで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2011-2012ISU グランプリシリーズの第2戦である。2011年スケートカナダは2011から2012年シーズンに開催されたスケートカナダ。2011年10月28日から10月30日に かけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技がミシサガのハーシーセンターで行われた。今シーズンより、グランプリシリーズの各大会は、男女シングルとアイスダンスの出場選手枠が減らされ、男女シングルは、各10名に、ペアおよびアイスダンスは、各8組となった。今大会開催国の統括団体である、カナダスケート協会に対しては、今大会の、 各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。男子シングルアルバンプレオベールが出場を辞退したため、スケートアメリカにのみ招待されていた、ケビン・バンデル・ペレンが追加招待された。アイスダンスルチエ・ミズリー・ベチュコバー、マチェイ・ノバーク組が出場を辞退し、マディソン・チョック、エヴァン・ベーツ組が追加招待された。また、ナタリー・ペシャラ、 ファビアン・ブルザ組は、ブルザが帰還支援のため欠場した。各競技の上位成績者には、2011、2012、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000米ドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200米ドル、 ヘアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。